はい、シャドーバース2ピック戦。あのね、4戦中2本落としちゃって、もう。やっぱ俺ダメだわ。このゲームダメだわ、俺、やっぱ。でね、さっきの4戦目がちょっと機材トラブルで、録画できてません。まあ、4戦目ロイヤルと当たってね、ボッコにされました。さあ。これ結構さ、その、機材トラブル的なので取れないことがあるから、それ困るんだよな。さあ、最後の一本、5戦中3勝とかしたいわ。これ、結構俺4勝はできてたのにな。2敗しちゃったよ。パーフェクトで5勝したことはないですね。ああ、またロイヤルか。序盤で、なんとか崩したいっていう感じはあるね。序盤が大事だね。2、3、3、これ、悪くないんじゃないの？このハンド悪くないんじゃないの？うん、生き物で2、3が引けてるっていうのは悪くない気がするよ。うん。さあ、相手が、マリガンを選択してるけど、時間がかかってますね。どうした？もしかして？通信切断により勝ちか？それはそれでラッキーなんですけど。あら。あれで。あれ？これ。相手が切断されちゃった系じゃないですか、これ。こんなにマリガンに時間かかるかな？実は、俺のパソコンが落ちてるとかね。これ。実は。そう、たまにあるよね。なんか動かなくなったなと思ったら。ルナの負けたよつって。ええー、みたいな。通信が切断されました。でこっちが負けるパターンあるのよ。たまに。それと突然アプリがプツって落ちて、で、再起動すると、前回の結果は負けになりました。これ結構システム上そんなにサーバーに負荷かかんないと思うんだけど、多分アプリが落ちるのは俺のスマホのせいなんだろうな。結構動くからさ、アニメーションしたりするからさ、それをオフにしてやってても落ちるまでも。なんでだよ。にしても相手マリガンしないですね。これ。まあ、マリガンしないんで、余談、なんか雑談しますかね、これ。まあね、シャドーパース、なかなかユーザー増やしてるようですけど。まあね、これを機に、その、リアルのカードゲーム。多分さ、その、サイゲームズの他のさ、RPG とかさ、ポチポチ作業ゲーをやってた人が、たらればその、シャドーパースに流れてるって動きがあるかもしれないですね。そうなった時に、その TCG というものをね、知るきっかけになるかもしれない。こういうアプリで。そこで、ちょっと俺ね、東京蒲田でお店やってるんですけど、そういうところで、カードゲーム屋さんに行ったりとかね、して実際のリアルカードゲームに興味を持つという、そういう流れがあり得るんですよ。にしても固まってるな、これ。どうした？何が起きた？これ。何なの？これ。おい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 。これ、そっか、こういうバグを利用して勝つのかな、これ。先に切断した方が負けになるっていう、そういうゲームにできるんだ。これさ、ドラゴンボール IC カードのせいもあったよ。最初のマリガンチェックの時は時間制限ないんだよ。で、そのまま放置するともう根気比べ。先に落とした方が負ける、アプリを。そういうことになってんだ。そういうのを狙った遅延行為なんじゃないですか、これ。まあ、俺時間ないで負けにしちゃいますけど、こいつ無課金でさ、こういう不正な方法を使ってさ、パック向きたいっていうカス野郎なんじゃない？うん。まあ別にこの起動したまま仕事しててもいいんだよな。ちょっと仕事しようと思います。しばらく無言になりますね。
相手との根気クラブです、これは。先にアプリ落とした方が負けになる根気クラブです。